アブサロン級多目的支援艦は、デンマーク海軍に所属する多目的支援艦である。名前の由来は、同国の大司教で、軍事指導者だったアブサロンより。本級は、基本的に輸送艦、揚陸艦及び機雷戦艦艇,艇,艇としての運用を前提としているが、マルチハザード化及びグローバル化に伴う任務の多様化から、戦闘艦としての能力も求められることとなった。 この要請に伴い、本級は、スタンフレックスシリーズ SF-3500 と呼ばれる設計を採用している。これはフリーゲートに準じたものであり、後には、アイバー・ヒュートフェルト級フリーゲートでも、同系列の設計が採用された。ただし、アイバー・ヒュートフェルト級とは異なり、支援艦としての性格が強いことから、エンジン数が半減しているほか、 当術の多目的乾板を備えるために、シルエットも乾板一層分高くなっている。SF-3500 においては、スタンダードフレックスコンセプトが適用されている。これは、各種の装備をモジュール化して搭載することによって、その柔軟性を高めようというものであり、これを適用されたものとしては、フリーベフィス研究所改定が有名である。 従来のスタンフレックスシリーズよりも高度な多用途性を獲得するため、本級では艦内に915平方メートルの多目的乾板を設けている。この多目的乾板に各種の設備を搭載することで支援艦機能に見られるように様々な用途での運用が可能となっている。多目的乾板は両弦と線尾の車両用ランプおよび 管備の修程上げ工用発チによって外部と接続している。戦争以外の軍事作戦などで本国から離れた遠隔地に進出して活動することを考慮し、館内にはトレーニングジムや大型テレビなどが設けられ、食堂には北欧製の木製テーブルやルイスポール戦のインテリア照明が設けられているなど快適な館内生活が送れる容器が払われている。 また軍艦は、規制対象外であるにもかかわらず、海洋汚染防止のためバラスト水処理装置を追加するなど環境にも配慮している。本級は、戦闘艦としては、おおむね同世代のフリーゲートに匹敵するレベルの、性能を備えている。本級は、続いて建造されたアイバー・ヒュイトフェルト級フリーゲートと、同様に、国産のシーフレックス戦術情報処理装置を、 中核としたシステム管として構築されている。また、センサー類も基本的には同様であるが多目的性を重視したことから防空管である同級とは異なりメインセンサーとしてはスマート S マーク2を搭載する。方向兵器は固定装備とされており全甲板にマーク455インチ単装法が1機環境直前と 後部ヘリコプター格納庫上の上部構造物上に、それぞれエリコンミレニアム35ムシイップリングウィズズを1機、搭載する。ミサイル装備は、スタンフレックス化されており、船体中部の並走艦板に5カ所のスタンフレックス、モジュールスロットが設定されている。通常は、ハープーン艦隊艦ミサイルの4連装発射筒を、搭載した、耐水乗船モジュールを2機、 12セルのマーク 56VLS を搭載した対空戦モジュールを3機搭載する。マーク 56VLS からは S 無股間防空ミサイルを運用するが、この射撃式には手法用と兼用でシロス200射撃式装置を使用する。本級は合計で4機の射撃式装置を搭載する。また、スタンフレックスモジュールとは別に、 MU90 単魚雷用の連装発射艦2機を、兵装艦班の両限に備えている。本級の艦内編成は、4つの都がより構成されている。定員は、作戦家が、士官6名、海層4名、海士21名、兵坦家が、士官2名、海層4名、アマ24名、兵装、連装家が、士官2名、海層3名、海士12名、 技術科が鹿に4名、海藻1名、海士13名である。本級はいずれも2008年より相次いで合同海上部隊に参加して海上治安活動目的の海外派遣を経験している。2009年3月の時点でアブサロンは第151合同任務部隊に参加してソマリア沖の海賊対策任務についている。 参加中は3週間ごとに生鮮食品やチーズなどを気候地で補給していた海賊警戒のデンマーク間、隊員は食事、生活に満足の様子。読売新聞。2009年3月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年11月14日閲覧。ありがとうございます。